テゲテゲーミングのお時間です。今週も先週に引き続き永徳先輩お休みということで、私上園とこの方々と一緒にお送りします。どうぞよろしくお願いします。宮原悦子です。嫌いになったゲームはババ抜きです。なんでババ抜き？お黙り。あ、分かりました。はい、続いてこの方です。はい、鹿児島大学水産学部の大富純です。私が生まれて初めてのゲームはババ抜きです。え、そうなんですか？ババ抜きです。でも今日はババありです。はい、ということで今週もよろしくお願いします。お願いします。今回のテゲテゲーミングはまるで本物水族館で魚カルタ対決2。2人の対決もついに本格。カルタの検証や4人対決もやっちゃうよ。3人がいるのは今年5月開館25周年を迎えたイオワールド鹿児島水族館。前回テゲテゲーミング初登場峰原悦子と釣りガール上園亜弓が魚の名前を模様や色のみで判断し札を取る魚カルタでガチンコ対決。上園ちゃん4枚ゲット、悦子さん5枚ゲットの大接戦。残り3枚。3枚。前の問題でお手つきをした悦子さんには罰ゲームとして何か歌ってもらいます。何の歌を歌いましょうかね。寿司食いねーよ、寿司食いねーよしか知らないんだ。はい、以上。はい、ありがとうございます。はい、明るい黄色の部分がある。あもう今すごかったですね。これあのお手つきだった、あゆみちゃんがお手つきだった、はい、ヤマメ、シーラ、間違えた、シーラシーラよ、シーラ、ね、そこはシーラないって言わない。さあ残り2枚。やばい、これどっちもいかないと勝てないな。もうどっちかどっちかの世界ですね。ヒントそのうち、色は銀色。はい、これだ。何回やっても治らないね。え、なんですか？いや、何でもない、何でもない。あ、いいですか？暗い青色の部分がある。これじゃないですか。何ですかこの魚、エソさん。知らないけど。だってヒントから言うとこれだろ。はい、正解です。正解です。エソさん正解です。でも誰かな？これはマグロ。マグロですね。マグロです。マグロです。はい。ありがとうございました、はい、最後の1枚はじゃんけんで決着。あいこでしょ。後出しだったね今ね。えつこさんの綺麗な後出しで上園ちゃんがゲットということで7対5でえつこさんの勝ちでした。ありがとうございました。寿司食いねイエイ。この後は検証してみよう。ここからはイオワールドの堀江さんにカルタに出てきたお魚の紹介などをしていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。堀江さん頑張ってるね。頑張ってますよ。成績も優秀なんだけど。水族館でもバリバリ頑張ってるね。どういうご関係ですか？だって卒業生だから。あら、お世話さんなんですか？そうですね、学生時代には大変お世話になりました。水族館入ってからもお世話になってます。ふるさとは福島でいらっしゃるということで、ね、そうなんです。東北出身ですね。はい、鹿児島弁にはもうすっかり慣れて。あ、慣れました。でも漁師さんの言葉はまだちょっとわからない部分がありますけれども、頑張ってるところです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ早速2階の方から行きましょうか。はい、はい、お願いします。お願いします。楽しみ。おすごい、すごい。おー、カルタでやったお魚がここにもいるんですね。どのお魚かというと、こちらですね。
カツオが今泳いでますね。カツオ、あのほらキラキラしてる。そうですね、はい、上の方で今泳いでいる魚たち。カルタにもあったけれども、はい、お腹の方にこう阪神タイガースの縦縞あるはずなんだけど、ないでしょう。見えないですね。ないでしょう。なんで？生きてる時はないもんね。そうですね。死んだ後に実は出てくる模様なんですよね。そうなんですか？興奮すると出てくる。あの最初はこっちの島が出る。横島が一本釣りでこう釣られてる瞬間は横島が一瞬パーッと入って、うん、でドテーンとなったら縦島になるんですね。あのこの水槽の中でも餌を食べる時ですとか、あとは産卵行動のためのこう追尾行動っていうのがあるんですけど、追っかける時ですね、何かを、そういう時にあの横島がわーっと出る時があります。とっても綺麗な横島なので。でも私は見てほしいです。カツオの横島見たことないかもしれない、ね、うん、生きてる時しかやっぱり見られないので、はい、水槽でね見ていただけたらなと思いますね。次はえい、一番あの山の頂上、てっぺんぐらいね、のところです。種類によってね、随分違います。尻尾が長いよね。エイもね、泳ぐタイプのエイと、あんまり泳がない海底で静かにしているタイプ、ね、そうですね。いるかな、ここに。何が、実はツカサゴがいる、これがいる。カサゴか。はい、カサゴがいるはずなんですが。そこはね、身を隠してるからね。そうなんですよね。同じような色をしてる。あ、これもね、カサゴ。身のカサゴって言ってね、はい、うん。カサゴの仲間だけど。ザ・カサゴがちょっと見当たらないですね。どこどこどこ？あの、岩の向こう側の奥の方。あー。めっちゃポコポコしてる。多分それですね。見たかったカサゴはこちら。次はタイ。マダイ来ないかな。マダイ。先もなんか黒黒としてる。私このね、目の上の青いアイシャドウが大好きなんだよね。でもこれこう分かりやすい。分かりやすかった。うん、結構結構。屋外展示場にやってきた。あー見えますね。え、見える？あちゃちゃちゃち。今こっち来ますよ。そう、綺麗、あの綺麗になりましたね。美人さんだね。綺麗だ。シイラね、オスメスがね、顔の形が違うもんね。オスはおでこがポーンと出てね。ああ、そうなんですね。マヒマヒとかいうのもこれです。あ、そうですそうです。かわいいですね。そのおでこってやっぱりあれですか？個体によってイケメンさんはおでこが結構出てる。あ、かもしれない。オスで強いオスほどこうなるのかも。真四角になるからもすごい。すごく出っ張ってきますよね。そうなんだ。あ、来た来た来た。シイラかっこいいわ。うん、やっぱ綺麗ですね。また来た、大きいね。ね、本当に胸びれが。やっぱシイラって群れで泳ぐんですか？そうですね。あの定置網に入る時も群れで入ることが多いです、ね。あ、そう。実際の魚と魚カルタの検証ができたところで、さあそれではカルタ大会特別会場に戻ってまいりました、はい、次はですね2回戦ということで、水族館の堀江さんにもご参加いただいて4人で対決していきたいと思いますよし。でこれで優勝しますと、はい、フォトマスターの称号が手にできるのと、イオワールド鹿児島水族館さんのご好意でなんと年間パスポートプレゼントと。お、これはちょっと気合い入っちゃいますね。これは2回分で1年間いつでも行けるということですよね。そうですね、2回分。悦子さんが欲しい欲しい。絶対欲したい。いや、帰り買って帰ろうと思ってたからさあそれでは第2回戦やってみましょう。お願いします。よし、真剣勝負だ。無理、はい、堀江さんでしたね。こんな近くです。キス。あ、え、こっちの。フグって言わなかった今。キスって言った気がする。どっち？よっしゃー。やりました。でした。アジ。あ、調子いいな。はい。あ、なかった。はいはいはい。はい。この後は勝利は誰の手に。カサゴ。ああ、
トビウオ。トビウオみたいでした今。早かった。フグ。早っ。シイラ。やっと前のが来た。イラニア。あ、それだ。フナ。今もうあのこれ絶対自信あるよこれ。最初はグー、じゃんけんポン。ああ先生勝ち。アユ。おー早い。よし、アユはもう歩みのアユだから死守しました。ハタ。おー早い。カツオ。すごいなクロッシュ担当者ですね。さすが。これは取らなきゃいけない。ヤマメ。よし。イワシ。もう悔しい。やばいやばい。ベタ。遠い。じゃんけんじゃない？じゃんけんポン。やったー。最後の1枚はハゲ取り対決。サケ。よっしゃということで、私年間パスポートゲット。おめでとう。やったー。2歳分の入場料で作れる年間パスポート、皆さんも作ってみては。すごいエキサイトしました。はい、なんとなく結果が年齢と関係してるような感じ。まあ、ありがとうございました。いいスポーツです。いいスポーツでした。はい、本当にスポーツになりました。運動になりました。はい、次はババ抜きを。ここで鹿児島水族館より開館25周年マグカップを3名様にプレゼント。ご応募は MBC アプリで。鹿児島水族館の皆さん、ありがとうございました。次回のテゲテゲーミングは、あなたのスマホ見せてください第4弾。街行く人はどんなスマホゲームをしているのか、センテラス専門館で大調査。お楽しみに。せーの、テゲテゲー。